おはようございます。あつしです。増田美香です。そして。伊吹です。なんか選手も見たぞ、その登場当時。盛り上がってるんだね。はい、お願いします。お願いします。さあ、もうなんと言ってもですね。先週ご紹介しました。川崎愛がぎゅっと詰まった4大イベント。川崎愛、遊び尽くす3日間。いや。よいよ。今日から始まりますよ。伊吹もテンション上がってるもんね。いますよ。いや、みんな。 俺やっぱ何かちょっと子供目線で考えたいなと思って、はい、なんかショベルカーがあるでしょ、うん、バスケあってダンスあってフリースタイルバスケもあんのよいろいろ体験会ができるから、うん、そういうんか普段できない体験をさせてあげたいなって思ってますね。川崎よいちあ<ー>気になる もう行ってみたいお店いっぱいあるので、ちょっとはしごしていきたいなと思います。屋台もいっぱい並ぶしね。ええ、楽しみ。私はあのカワムシの恩返し。以前ご紹介したの中さん青果店さんも出るということなので、ちょっと遊びに行きたいなと思います。好きなんだもんね、中さん。素敵なんですよ。はい、ぜひ皆さんもね、三日間遊び尽くしてほしいと思います。さあ、それでは、今週もラブ川崎スタートです。 今週も川崎の魅力たっぷりお届けしますはいではいびきさん今回のテーマお願いしますはい今回のテーマはこちらです 川崎市市政100周年記念シリーズ第5弾なるほど、うんはい、先週に引き続いてですね、はい、今回5弾第5弾でございます、はい、段弾ぐらいまで続くのかね25弾ぐらいまでいくんじゃない, <laughs> すいどんどんいけるよいっぱいあるもん、はいはい、川崎市市政100周,年100周年を迎えた今年度限りの特別企画100周年をきっかけに始まったさまざまな取り組みをご紹介します今回はどんな取り組みでしょうか、はい、まずはこちらの画像をご覧ください どここここれれ何の写真はちらはですね川崎市多摩区にある多摩区役所生田出張所にある広場の整備前の様子なんですい。で今年リニューアルしたんですねここからなるほどこちらですね100周年を記念したあることが行われました何でしょう何あることって100周年ですかヒントはなんかゲーム大会だな 現場行ってきました花火大会だ,だ <laughs> 川崎市市政100周年おめでとうございますというわけで私は今小田急線生田駅から徒歩2分の場所にあります生田出張所に来ていますでこの裏にですね広場があるということなのでちょっと行ってみたいと思います出張所横の階段をあっ着いたあこっちに広場 芝生の広場は大きく広がってますね,ああね景色いいちょっとだけ頑張ったか斐ありますね、うん、今年オープンの新広場市政100周年を記念して行われたこととはイブキレイが推理します、うん、見てくださいあっちれっあれなんかよく見ると稲かな、うん、そして重要な手がかりを見つける 同じぐらいの時に多分植えてますよね、この5本。あなんか全然違う種類の木なのかなあ、あ記念植樹、山桜、いろはもみじ。100周年記念植樹。この広場について詳しい方に来ていただきました。はい、こんにちは。100周年記念して植えられた木ですかはい、そうです。100周年の記念植樹ということで、みんなで植えました。うん 広場では市政100周年を記念して植樹が行われたそうですこれも植えた感じですかはい、あちらの端から向こうの端までこれもこれもこちらまで全部そうですはい、全部そうです苗木の数の多さに驚いてしまいましたここも緑でいっぱいになる予定ですえ、ここからどんどん登ってってここが一面緑になるんですねそういう予定です楽しみ お母さんは植樹する木を検討する会に参加。木の種類やコンセプトは地域の皆さんの投票で決まったそうです。んこんな感じになるんですね。はいえー、コンセプトは四季の彩りに親しむ樹木。春は桜のピンクと秋は紅葉も楽しめて。で、皆さんに花見してもらいたいです。すげ季節によりさまざまな花が咲き、いつでも来たくなる広場を目指しています。 かつては生田小学校の休校舎があった場所で、現在は小学校の環境学習の場として、また子どもたちの通学路にもなっているそうです。お母さんはこの広場で子どもたちの外遊びイベントを定期的に開催しています。外遊びね。歩くのがおぼつかないぐらいの幼児の子たちが、はい、あの転がっていられる場所としてね、うん、芝生にしていただいたのすごく良かったなと思ってます。うん、いや私も今ゼロ歳児がいるので、<ー>もうこう,こういうの本当にありがたい。ねね 地元の方々もここをよく通行するそうで。子供が学校帰りに遊んだりとか、そういう場所が増えたので、はい、とても良かったなと思ってます。うん、そのシティ折々の景色が見れるような、みんなが集まる場所になればいいなと思います。木、ありますけども、ねはい。あのかなり前からずっと立ってる必要なんだとす。は秋は、あのまあ黄色になりますから、とても広場が明るくなります。えー、そうですね。また来たい,、はい。ぜひどうぞ。 お母さんが子供もたちとよく遊んでいるシャボン玉を楽しみました。緑に囲まれた広場で遊ぶっていいですね。<ー> <laughs> この広場が今後どういうふうになっていってほしいですか。みんなが楽しめる広場でやってほしいと思います。うん 多摩区にある生田市庁前新広場についてお伝えしました。はい、いや変わったね。植樹<ー>されて随分あのなんか景観が良くなったというか。明るくなりましたよね。うん、すっきりしたね<ー>。スガスしいねやっぱりね。うん お母さんも遊具を置いたりするんじゃなくて芝にするっていうのにすごくこだわりを持たれててここ遊ぶ人たちでみんなでルールを決めながらその都度遊んでいこうっていう本当に自由ああやってしゃぼんだままみんなで追いかけてもいいわけじゃないで転んでも怪我もしないし最高だよね裸足でやってほしいああいうところはなんか本当ですねイベントとかでもねいろいろ使えそうな場所ですしね はい、さあそして続いても100周年の取り組みですか、はい、続いてはこちらの取り組みをご紹介します、うんはいはい はい。うん、学校いいねサミット。いいねサミット、はい。どんな取り組みだと思いますか?。いいんじゃない?。<laughs> いいんでしょう。まあ。すごい、ね、いいんでしょう。<laughs> いいね。いいや、手紙だったもんね。<laughs> 川崎市のすべての一律学校の子どもたちが。地域のいいところを探して、より良くするために。自分たちにできることにチャレンジし、地域に発信するという取り組みです。おお<ー>。はい、だから、知って。 関わることで、だから川崎を好きになっていくっていうことかな。おお、いいねっていうことね。そういうことですね。はい、いいね、いいね。<laughs> 具体的にどんな取り組みなんでしょうか、うん。はい、調べてきました。多摩区の中学校に行ってきました。ご覧ください。訪れたのは川崎市立稲田中学校。こちらに川崎100周年盛り上げ隊の皆さんがいるということで、どんな皆さん,なんか盛り上げ隊。 <laughs> 大丈夫今揃ってた皆さんが盛り上げてるのは何ですか、ね、私たちは稲田中学校近くの地域とあとは川崎市の全体を盛り上げようと調べ学習をしてます稲田中の川崎100周年盛り上げ隊は全員で13名、うん、学校いいねサミットの一環として制作した映像があるというので見せてもらうと、うん 挨拶をしてくれて優しい言葉をかけてくれるんだ<おー> <laughs> 全校生徒に地域の良さをアンケートしたところ三つの回答が多く上がりましたその結果を踏まえて彼らが地域の魅力を紹介する動画を制作したそうです 動画の構成、撮影、編集もすべて盛り上げたいが行ったそうです、えー、どうでしたすごい難しかったです大変だったでしょう。はい。企画 <laughs> か,から自分たちで考えてやってるんですね楽しませて <laughs> 飽きさせないようにするなどの工夫を盛り込みました <laughs> でもどうして動画なのかというとポスターとかで その pr するのもいいと思ったんですけど実際に動画とか写真とかで見せた方がよりいいところがわかりやすく伝わるかなと思って撮影場所はどのように決めたかというと歩き回って,ってえーで緑マンが出てたけど <laughs> <laughs> ミドレンジャーはどういうことを伝えてなかったのかなちょっとミドレンジャーしゃべれない 動画の中にはオリジナルキャラクターも登場していますそのばちゃんがみんなに挨拶してくれてたんだちなみにイナミンっていうのはなんでイナミンイナダっていうのとイナイナみたいないろんな案を出した上で投票してもらってイナミンってなりましたちなみにイナミンの声は誰なのか声は誰がいるかわからないですけどえーすごいね格好なのね 活動を通して感じたことは私は川崎なんだよみたいな地元からみたいな、うんうん、いろんな人に言っていけるようないいところはたくさん見つかりましたえー、すごいねそれをまたみんながもっと多くの人に伝えてくれるんだね昨年の文化祭では全校生徒の前で動画を発表それを聞いて「市政100周年」と初めて知った生徒もいたそうです 盛り上げ隊の活動について校長先生はどのように思っていますかはい、地元愛を自分たちで深めていきながらそしてそれを校内の生徒にも発表することでその地元愛を全校にも広げることができたのではないかなと思っています学校同士で学習の成果などを共有することで他の地域の良さを知ることもできたそうです盛り上げ隊の活動は今年度いっぱい彼らはどんなことを学んだのか これから中学生卒業して川崎からいなくなっちゃったりするかもしれないけどそこでの魅力とかいろんなところに発信できる力はもうみんな持ってるかなって思いますい素晴らしい <laughs> 盛り上げたいで地域を盛り上げるぞ<ー>はい、稲田中学校の川崎100周年盛り上げ隊をご紹介しました 川崎の未来って明るいなって思いません。うん <laughs> うん、中学生の子たちがですよ、ここまでやってるんですよ。うんね、自分たち目線で川崎のね<う>好きなところをこう発信してくれてるんですもんね。いろんな人が見たら、うん、川崎ってこんな素敵な街なんだって思うよね。うんうん 僕は同棲の子たちも思うよね,うんうんね気づかなかったことをこの子たちが気づかせてくれてるってことでしょう。すごいす<ー>素晴らしい、ね、すごく仲良く見えますけど、はい、あの初対面の皆さんでも今回のプロジェクトで集まって、はいはい、10月23日には学校イネサミット全市交流会も開催されました、うん、盛り上がりたいのチームワークがね身を結んだそうですよ 百周年が絆を作りましたね。はい。しいそして他にもこの百周年の取り組みというのがあるそうですね。はい。川崎市の公立保育園も百周年ということでポスターを作ったそうです。うん、そしてこの映像も。うん、こちらは市政百周年と公立保育所百周年を記念して作った映像です。いいーあーどうい。いいね。テクスいいねいいね。いいね。いいねいいね <laughs> ですね。でもみんながね、やっぱ自分たちの街を知ることによって、はい、それをなんか他の人や地域の人に伝えていくのも、うん、も地元愛だよね。うん、ザ地元愛。です、ね、どんどん広がっていくといいですね。うん、はい、伊吹さんありがとうございました。はい、いした続いてはプレゼントです。え今回は番組オリジナルのクリアファイルとボールペンをセットで5名の方にプレゼントします。はい、ご希望の方は11月9日土曜日までにご覧の宛先までご応募ください。番組ホームページからメールでも受け付けています。 たくさんのご応募お待ちしております待ちしていますさあ本日は川崎市市政100周年記念シリーズ第5弾をお送りしましたいやもう盛り上がってますがいろんないいことが起きてるんだね本当にねこの後も4大です4大イベント行われますからねどうするのもうね食べたいもんばっかり皆さん遊び尽くしましょうえこんなもんのえー